アルティメット・タックボールは球技の一種、UTB と略される。体格差による有利不利をなくすために、すべてのプレイヤーがスタンガンを所持しており、それを用いた妨害プレーが許されているのが特徴。アルティメット・テーザーボールとも呼ばれる。レイフ・ケルンバーガー、エリック・プルーム、エーリック・ウンチの3人によって考案されたという。2012年3月2日には、 内のバンコクでエキシビションマッチが開かれた。試合は4対4のチーム戦で室内フットサル場などで行われる。3ピリオド制で24インチのメディシンボールを相手ゴールに入れると得点となる。基本的にボール保持者からボールを奪う際、また保持者以外の守備側に対してのみスタンガンを使用することが許されているが、各ゴールの前にはショックゾーンと呼ばれる。 半円状のサークルがあり、その中においては攻撃側、守備側問わず、あらゆるプレイヤーに対してスタンガンを使用することが可能になる。ありがとうございます。